こんばんは。こんばんは。わ、ウケるって何これ。可愛いんだけど、ウケるきのこちゃんありがとうございます。え、そう、昨日の花火の俺のやつ書いたんだけど、今おるかな。え、待って、なんか新しいキノコのやつ始まったの。サッカーするのって今流行ってるやつです。私の中でではないけど、今流行ってるんですよ、このサッカー風ファッションが。なるほど、着てます。まあ、超次元サッカー、なんでそれ。超次元マスクみたいな。三次元マスク、ん、何次元マスク。キノコありがとう。秋だからか、秋のキノコってかじゃ、秋のキノコってこと。そういうことだね。こんばんキノコ、元気の子キノコおもろいんやけどキノコシュールやな。まんまんまん。じゃあちょっとこの花火のお礼はみんながもうちょっと集まってからしましょうかね。そうしたいと思います。なんか発表来たって。発表？なしゃーやほー。キノコがシュールってマッシュルームってこと？シュールなルームやけんマッシュルームみたいな。え？なに STU の。何大阪公園で面白いことをするなって。何これすごい。緊急生配信決定。 STU48 全国ツアー千秋楽にて実施。新センターが選ばれる抜き打ち企画大発表スペシャル。いよいよラスト3公演。千秋楽で新企画を実施。大阪公演限定で楽曲を披露。一体どんな企画。僕がセンターに選ばれたらどうしようって。あ、そういうこと。企画でトップ取ったら一曲センターで歌えるってこと。なるほど、びっくりした。次の楽曲のかと思った。次の楽曲何枚目シングルだ。シングル、新しいシングルのなんかと思ってた。そういうことね、面白。今日前髪がぐるりんちょです。だからかも、大人っぽく見えるの。腕相撲で決めるのかなって。全力応援なっちゃうセンター、思ったよね。みんなも思ったよな。シングルって思ったよね。相撲でセンター決めるんだよ。じゃんけんか。わ、私じゃんけん弱いよな。私じゃんけん弱いんですわ。でもじゃんけん大会だったら面白いな。面白いですね。相撲は受ける。でも乱闘とか殴り合いとかじゃなくてよかったわ。
殴り合いで決めますみたいなじゃなくてよかった。優しいやつでよかった。ちょっと殴り合いには自信がないかなみたいな。生きここの次かと思ったよね。なんかめっちゃ今日前髪ぐるりんってしてる。しかも流れ方違うんだけど、いつもと流れが違っていますね。これは何かの暗示だったのかもしれない。生き残るキノコ。あ、水泳で決めよう。水泳、あ、確かに水泳で決めるんやったら私いいとこまで残れるかもしれんな。水泳だったら、水泳であればちょっと私ひいきめな設定になってますわ。それはやっぱりボクシング、 あっち向いてほい。私ね、あっち向いてほいさ、強いかもって思うじゃん。普通に弱いんだよね。なんか出された指の方向に釣られちゃうんだよね。ダメでしょ。風船膨らましで決めよう。確かに私風船が膨らませるってことが分かったから、意外とそれはちょっとどんどんかかってこいって感じ。どんとこいって感じ。この紙ショートしか買ったんだよな、池ちゃん。よろしく、黒髪ショートよろしく頼んだよ。頼んだぜベイビー。なっちゃんが市内持ってきてしまう。殴り合いならなっちゃん勝つねって、いや、どういう偏見ですか。私をどういう人だと思ってるんですか。じゃ、そことそこ試合決定で。あ、でも私に市内握らせたら、あの暴れる剣気をつけて。私かける市内は非常に危険やから、私が市内持ったら最後やと思っててください。黒ひげ危機一発で決めるのが公平かも。確かにそれは公平ですな。黒ひげ危機一発はおもろいな。確かにそれちょっと採用かもしれない。強運だからくじ引きか。もう最近ね、おみくじがね、もうね、こぞとばかりにね、あの結果が悪いんですわ。なんかあの吉とか、あ、凶とか小吉とか、そんなんなんですよね。バッと日が出さいた花火を見てた、きっとまだ終わ。なんか今日謎にピンクメイクになっちゃった。リアルシティ並べやな。なっちゃんってじゃんけんぽい、あっち向いてほいが強そうな気がする。じゃんけんぽいからのね、あっち向いてほいね。いや、多分ね、どっちかでね、ちっちゃうわ。どっちかでな。そう、私7日がめっちゃ心配なんですよ。7日なんか台風じゃん。台風がなんか接近しているみたいな。絶対に嫌だよ、中止なんて。中止なんて絶対嫌だから。絶対私上陸させてもらいますんで、ちょっと台風さん退いてもろて、私の目力で追いやりますわ。一旦台風さん退いてもろて、
400回訪問、わお、ありがとうございます。ルイティさん、犬は飼っていますか？実家で飼ってます。実家にワンちゃんいます。今日もテレビ電話で犬を連れてきてくださいって。犬はね、実家にいるので、山口にいるので連れてこれない。あ、ドッジボールだったら終わり。私もうすぐ即終了ドッジボールは即終了、さよならって感じなので。状態そらしだったらいける。東海ぐらい下くワクワクするやつだったらいいよね。ね、こんばんは、こんばんは。あ、芋掘りとかやったら1位狙えるかもしれない。私芋掘りとかトマトの収穫。クロミちゃん可愛くない？ちょっと紫がマスターボールと似合ってるなと思って持ってきた。9月6日って明後日か。明後日やな。9月6日は明後日やな。どんな感じなんだろう。ある企画。明後日です。プチデスゲームしてもろてってやだよまあ戦う気はあるけどとか言って。そっか、そういうことか。ちょうど明後日が、ちょうど明後日にあるのか。みんなで集まって、ダスピダーニアさんこんばんは。タツ兄やんってブンブンマンブリライフ、そんなことはしないでしょって。殴り合いならなっちゃんに負ける自信ありますなんか後ろが紫感出とるな。クロミちゃんとかマスターも可愛くない？可愛いでしょ。今日はちょっと紫。ジャケン、そうジャケン、綺麗な足なのかな。なんでゆらちゃんと呼ばないの？いけちゃんなら、いけちゃんって呼ぶ。いけちゃんは当日ラッキーカラーのピンク身につけてこうって。いや、そうじゃわ。ラッキーカラーがピンクやけんな。ちょ、ピンク身につけてくわ。いや、絶対忘れそう絶対忘れちゃいそうだよね。ピンクを身につける。ピンク身につけたらいけるかも。いけるかも知らない。このリップ可愛くない？え、なんか配信で言ったら思ったよりピンクなんだけど、めっちゃピンクに見えるな。ローズみたいな色なんだけど、めっちゃピンクに見えます。こんばんは。大阪やから熱々のたこ焼きでロシアンたこ焼きじゃねって辛い。上位にも登れず、あの苦しい思いをするという。まあ良いかもしれない。最近私辛い食べ物が結構いけるんですよ。はじめまして、はじめまして、はじめまして。何度目のはじめましてか。愛犬を連れてきてください。いないんです、無理です。今は実家じゃないので。台風を跳ね返す技を、いや晴れ女発揮戦にゃな。こんばんは。エリンギマイタケブナシメジつぐらさんこんばんは。台風の目力には勝てないでしょ。うまい、うまいこと言うな。豆たん、雨止ませることができるから7日頼んどくねって。やばい雨を止められる人おる。頼んだよ。私もなんかあがいてみるわ。その能力ないけど、ちょっとなんか今日ここの階段からピョンってピンコちゃんなので、ピ
みんな止めます。髪切った、結構前に切りましたね。台風の目と目力どっちが勝つかな。私勝ちます。3期生にはどっちの世界大会に出た子います。やばそれはちょっとドッジボールはやばいわ。それはちょっとドッジボールやったらちょっと私死人が出てしまう。こんばんたけのこ鍋ーん、こんばんたけのこ鍋ーん。たけのこ鍋って何、美味しそう。美味しいたこ焼き作り対決、あ平和めちゃめちゃ平和。ちょっと待って、なんか今日めっちゃカーテンが、なんか今日カーテンが反抗期。はじめまして、今日も夏希の前髪が美しいので押してもいいですか。押してもいいですよ。今のなっちゃんの髪型部活のマネージャーみたいなタイプです。今日服もねサッカーっぽいやつやから。ファイト。だいたい揃ったんちゃう。そうやな、サッチナッチェレチャよかったすんごい読み方。あ、イモステレビが絡んでくるのかな。まあわかった、ボンバイエで夏を飛ばせばいいんやな猪木やな。こんばんは、ジャクソンさん、ノイモイさん、梶原さん、こんばんは。ちなみに寄せ鍋対関東支部はほぼ連番です楽しもう。こんばんは、なっちゃんブルベ冬ですか。で、私めちゃめちゃ家部秋です。めちゃめちゃ家部秋です。でもなんか診断してもらったことないけど、もう自己判断で家部秋ですね。なのでピンクはあんま似合わないんだけど、ピンクは可愛いから、ピンクって可愛いから身につける。これもさ、なんかこのリップなんかローズみたいな誰でも似合う色なんだけど、こう画面通したらめっちゃピンクに見えるね。めっちゃピンクなのかな。なんか私ってリップ塗るとね、そのリップがねめっちゃピンクっぽく発色するんですよ。ピンクみ、青みがめっちゃ出る。可愛い、好きな色。そう、後ろに紫要素のクロミちゃん、これね、あれなんよ、これね、あのね、クロミちゃんのさ横におるさ、なんかあのバクだっけ、クロミちゃんの横におるなんか相棒わかります。マイメロじゃなくて紫のなんかゾウみたいなやつ、ゾウなのかな、バク、多分バクだと思うんだけど、それとクロミちゃんが合体したやつ可愛くない可愛いって思って、紫だし飾ろうと思って。こんばんは、ゼロさん、チャーキーさん、こんばんは。840日ありがとうございます。チュボジーさんはこんばんは。インスタグラムのなっちゃんのサングラスをかけた写真がとても好きです。ありがとうございます。うわ、1000日まであと160日やーって、あっちゅう間に来るやろうな。みんなこれからもよろしくお願いします。そう、この後ろのやつもなんか気分で変えていこうって思ってるんでこちらも楽しみに。こんばんエリンギー、こんばんキノコ。そう、なんか今日からキノコのなんかギフトが飛んでくるんですよ。豆担々麺ありがとう。月影さん、電化会さん、ありがとう。今日からなんかキノコのギフト始まったっぽい。こんばんキノコ。おおおなぎさ最高。めっちゃ NMB さんのこの曲が頭から離れ、超ダンス可愛くない。なぎさ最高。涙袋綺麗です、ありがとうございます。今日のキラキラはボビーブラウンです。こんばんは。今勝手にオールピンクファッションして一緒に歩いてる鍋行き想像したら、自分でもそれバービーな、バービーバービーと剣やわ。オールピンクファッションして一緒に歩くのはあの林家ペーパー師匠か、あのバービーしかおらんね。バービーと剣しかおらん、バクだよね。そう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 。あと何度夏希と同じ花火を見られるだろうか、なんて笑う顔に何ができるだろうか。何の曲だこれ。
え、リンコのなあのなんかワンワンワンダフルな花ちゃん連れていつか出たいんだが。ナベンチュティが街に馴染む季節到来。確かに鍋の季節がもうすぐ来るぜ。本当に確かに。ちげな、ワイは鶴瓶麦、麦茶のような茶色ですね。新しいベースから。こんばんは、ぶんごさん、くーにさん、つかさん、のりともさん、きのこ、マカサーさん、こんばんは。乙骨今日のジャンプに出てたよ。お、そうなの。あ、推しキノコありますか。私は舞茸。私の推しキノコは何だと思います。私もうパッと思い浮かぶのはこれしかない。くるみちゃんがなっちゃんに似てるのって僕だけだろう。くるみちゃん、どこのくるみちゃん。こんばんは。今日の髪後ろにしてる感じ好き。え、本当に、ありがとう。こんばんは、みんなこんばんは。宿場暑かったので師匠街中で見たことあります。宿場近かったので師匠街中で見たこと。受けるんだけど、ペーパー師匠すぐ見つけれるだろうね。松茸、えのき、五感でエリンギが好き。今日の広島は、え、ねえ、今日めっちゃ暑かったくない。私もなんかさ、今日レッスンだったんだけどさ、もう外に出た瞬間さ暑すぎてさ、帰りにさちょっとさ買い物しようかなって思ったんよ。もうすぐ帰ったよね。即帰宅した。もう暑おうと思って、これはもうバテるわと思って、まあ、そんなに急ぎの買い物じゃなかったからまあいいかと思って。でもその分洗濯物がよう乾きましたわ。本当に今日は洗濯物がよく乾くということで、布団を干しましたが、もうカラッカラに乾いておりました。はい。ベニテングタケ、ベニテングタケって死ぬやつじゃない。なんかあの命にさ関わるやつじゃろ。椎茸好き。待って、大正解。私の推しキノコは椎茸です。ポルチーニだけ、やばい、おしゃれ、ボンジュール。37度、え、やば。そう、暑すぎて即帰宅の夏希でした。こんばんは、ハマちゃんマン、ご主人様こんばんは。あと3日でサンリオ広島本通り店。いや、そう、本通りにね、めっちゃ前に行った時に工事しよって、あ、ここにできるんやと思ったんやけど、私ちょうどいないよね。台風が来なかったらちょうどいないんだよね。私ってサンリオだったのかなとか意味わかんない。あー、僕の甲羅亀ですか。こんばんは。死にはしないけど毒ある。そして毒抜きしてまで食べる。あ、そういうことか。ベニテングタケ、ファールナイストミーチュー。オレンジモートさん、こんばんは。しいたけ美味しいよねー。ってことは明日はこちらだな。え、台風、太平洋進んで関東コース、やめてください、上陸しないでください。お、山の幸スペシャル、カレーね、食べた。マッシュルームのアヒージョが好きです。雨女でしたっけ。私は曇り女です。雨予報の予定を曇りにすることができますし、晴れの日を曇りにすることもできます。まあ、晴れの日は意外とその能力発揮しないんだけど、まあいっかって、今日はちょっとこの能力を使わんといていいかって感じで、雨の日を曇りにすることはできます。ワンアップするキノコ好きです。違う音が、ワンアップ、山の幸スペシャルもキノコめっちゃ入ってます。
椎茸だしでそうめん食べると美味しい。あ、絶対美味しい。てかさ、めっちゃでっかいさ、椎茸を焼いてさ、あのポン酢食べるの本当に美味しいよね。私本当に大好き。だから椎茸見つけたら買っちゃうよね。うん、椎茸ステーキ最高。え、私も曇り女。張り切るまではできんけど、やますことできる。全く一緒全く一緒。傘の大きい椎茸ステーキ、うわー食べた食べた。でも秋はキノコがいっぱい食べれるからいいですね。しめじも好きよ。しめじも好きやし、えのきはね、歯に挟まること以外は好きですね。こんばんは。え、そう、椎茸の原木栽培ね、あれ私の実家でやってましたよ。あの、私が椎茸好きすぎるから、お母さんがお家で椎茸を木から栽培してくれたんですちゃんと取れたよ。この葉丼って知ってます？京都に行ったら食べてみて。キノコですか？椎茸汗かくのか。舞茸の天ぷら美味。椎茸栽培キット。なっちゃんは曇りなのでファンにぬくもりを届けます。そうでございます。こんばんにゃー。炊き込みご飯食べたくなった。食べた。炊き込みご飯美味しいよね。椎茸電気を流すと大きくなるの。食べた時にビリビリってせんのキノコのバター液美味しい。22日の公演、なっちゃんに会えるように申し込みしてん。ありがとう。みんなも待ってるよ。今月は公演がたくさんあるので、皆さんお待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。椎茸をオーブントースターで焼いて、醤油とすだちをかけると、あい、最高です。すだち家に常備しときたいよね。思うわ。なんか秋はね、すだちを常備したいですよね。サンマ、え、なんかさ、え、去年どうだったんだろう。去年私さ、秋にサンマのことを考えて過ごしたっけ。なんか毎年サンマが今年は高いですみたいなのさ、なんかここ何年かずっとそうじゃない。なんかめっちゃ主婦みたいな話しとる。でも私には秋にはサンマが大事なんよ。秋を芯から楽しめるのはサンマが旬か旬じゃないかなのです。どうなのでしょうか。まあ秋は旬だけど、どうなのでしょうか。今年のサンマ情報。私も22日休み希望出せた。絶対当てる。当たりますように。今月はツアーファイナルのカメコに全てをかける。たくさん撮ってくださいね。私もしっかり今月末までにシェイプアップします。自分サンマートの、このサンマートなんやろスーパーかなこんばんは。サンマの刺身超高値らしいよって。うわーうわー。水曜日の企画でトップになったメンバーが30日にセンターとかなんか聞いてね。めっちゃ気になる。何で決めると思うじゃんけん大会とかだったらおもろいけど、叩いてかぶってじゃんけんポンとかやったら無理かも。今公式見たがイベント勝ったらなっちゃんセンターかもしれない。そう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 なんよ。なんかあさってにある配信の中で上位になったらセンターになれるらしい。その大阪公演の
おもろいよな。ニコさん、なべなべん。いや、これは運ゲーなのかどういう感じなのか、もうその当日まで分からんからさ、ドキドキよね。私たちは静かに続報を待つのみでございます。前髪の曲がり角度で決めよう。何度ですかね。うまい。なんとか行き、なんとか行き、なんとか行き、なんだ。なんだかんだライブの夏を見るの今度が初めてかもしらんな。ガッハッハ。大阪ですか。ウケるウケる。こんばんは、和弘さんチームさん。9日の座席、明日判明。楽しみましょう。こちら、丸ボツゲームセンターになりたいか。丸罰ゲームね、おもろいな。オラダッコさん、こんばんは。田辺、オララク、オラ、オララク。どうしよう、ほんとになんか殴り合いとかやったら絶対それはないんだけど。研究生ツアーでしてた瀬戸内7県クイズ、ありえるな。ありえるなあ。だとしたら、だとしたら、私ちょっとこの前のイベントで学んだけんさ、いけるだよ。あの大ボケ小ボケわかるやろ。うん。あっち向いてホイだった時のために練習しときますか。じゃんけんぽん。いや、サザエさん、サザエさん、まさかのクイズ大会 STU48、 あ、 STU48、 STU48 に対してのねクイズね。わ、それはちょっと自信が自信が。夏木ってこんばんは。22だよ。お、こんばんは。223ですか。男装かっこいい選手権とかって、やっちゃう、やっちゃう。腹筋だったら大変。もう腹筋だったら私はもうあれですね、もう端の端で踊れと言われてるようなものですわい。 DMM で復習だ。そうだな、フリースタイルラップバトル。おう、よう、よう、よう。あさってのイベントはどんな調子。こんばんは、こんばんは、こんばんは。頼め、なんたん、さとしん、よこかりさん。マシュマロジャンピングゲーム懐かしい。なんか一時期めっちゃ流行ったよね、マシュマロ。マシュマロを投げてキャッチするみたいなの流行ったよね。カニさん、お、なんちゃん髪短くて大正解ですね。よきよき、やったねん。ビンゴ大会とか嫌よ。ビンゴ大会の、今回のビンゴ大会の商品はこちら、大阪公園のセンターですみたいな、それはダメ、ダメ、ダメ。もっと大切に正々堂々と戦おうじゃないか。クラコンの腹筋よかったよって、いや、めっちゃ中島さんにボロクソ言われたけんね、ほんまに。私は戦い続けるよ。なっちゃん、研究生のみんなとは話しました。みんなとはまだ話してないかな。何人かは話したけど、機会があって。こんばんは、脇山さん、かわいい、ありがとう。 STU48、 山口県出身、なっちゃんこと渡辺夏樹です。ピース、推しにしてください。なっちゃんセンター回りやる。そうやけん、確率としては 0% ではないってこと。うん、 0% ではないってこと。でも私じゃんけんだったら、なんかね、普通なんかシンプルにいくとさ、こういうのって大体じゃんけんじゃん。私じゃんけんめちゃくちゃ弱いのよね。じゃんけんってどうやったら強くなれるんだろう。うん
というものをね持ち合わせたいですわい。こんばんは。えいさきさん、さとしさん、こんばんは。鎖骨で決めるならワンちゃんありかも。鎖骨、鎖骨に何円乗せれるかチャレンジ。この間のコンサートでなっちゃんと目が合った時惚れかけました。合いましたね、目が。いいとこにいましたね。私は目を離しませんでしたよ。頭脳系、体力系、耐久系、運系だったらどれなら勝てそう。うわ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 耐久系かな。え、てかさ、あの24時間テレビのね、私たちのね地元の山 KRY 山口さん、山口放送、山口さんって誰やねん。KR 山口、 KRY 山口放送さんの企画ですごかったんよ。あのぶら下がり耐久みたいな、ぶら下がり耐久みたいなのやってて、すごかったんよ。それが3時間、3時間何分とかぶら下がっとったらしい。やばいよね、やばいよね。ところで3期の推しってどなたでしたっけ。ね、悩む私最近喋った、なんか話したさ、なんかすごいまだ話したことない子もいるしさ、最近話してすごい仲良くなれた子もいるから、ちょっとまだね悩み中。なっちゃんこんばんは。髪短くなった？なった、髪短くしました。ショートの私もよろしくお願いします。ケイさん、この間本通りでばったり野生のサッチーから名刺もらえてグラグラしました。グラグラして倒れちゃえばいいのにこんばんは、こんばんは。牛丸太郎さん、よしさん、こんばんは。腹筋見せてくれるとは、お腹見えると思った視聴者多数って腹筋を見せますって。なわけあるまい。鎖骨センター、箱の中身はなんでしょねゲームで決める。いや、それ決めようとしたらもうあのすごい人数やけんやばいよ0時回るで。まあチョキ出しとけば確率高いって。本当に本当に言ってる。どのポジションでも輝いとる、ありがとう。何気に同じで勝てるかも。お、そうなのか。こんばんは。懸垂ぶら下がり脇こちごちょ待機。いや、それはもう無理よもうあのなんていうの、それはもうなんかあの感情がない人感情がない。いや、なんでコメントしようとした瞬間にその場で出るねって。そう、ギネス記録みたいなので、3時間何分何秒みたいな。え、てか4時間とか言っとった気がする。なんかみんなと「えこれさ」みたいな、広島から東京まで行けるじゃんみたいな言ってたもん。だから4時間ぐらいぶら下がってた。すごいよね。なっちゃんお台場に来るのね。そうだよ。倒れるときはなっちゃんの腕って。私は腕貸しませんよそもそも君に腹筋などって。腹筋などなんだい、腹筋などなんだい。お台場来たら等身大があるの。あー、そうじゃわ。え、近くにあるのかな。水中息止め対決。いやー、息止め対決ね、私それ苦手かも。水中で息止める、なんだって。不眠耐久レースいきなり始まっちゃう。なっちゃんの底空いてますか。どこ。ぶら下がり4時間は理数とラッ
ップナイトのりちゃん、いや本当に何もなしでぶら下がってたんですよ。すごくない？もうやけん途中からなんか片手でぶら下がったりとか、なんかこうちょっと重心をこうやってずらしてぶら下がったりとかしよって、すごーって。でサライの時にさ、サライ歌う時にさ、ワンちゃんまださ私たちがスタジオに戻る時にもうその人おって、一緒にあのぶら下がりながらサライ歌えんかなっていう話をしちゃったんよ。で聞いてみたら、あさっき本当にさっき終わっちゃったんですよみたいな。でちょうどすれ違いで会えなかったの。すごかったですって言いたかったのに、ちょうどすれ違いでした。生配信で睡眠したら即帰宅始まった。おもろいな、それもおもろいとは思うわ。片手でぶら下がったりとかするし、なんなんやろうか。ちょっと明日明後日、あそう、あれ山口の企画でした。山口県の KRY 放送さんの企画です、ぶら下がり。ちょっと明日明後日徳を積んでいきたいと思います。はい、良い行いを。はい、記録更新して放送後も、違うよ、放送後はぶら下がってないよ。ちょうど見れんかった。松村さんが生中継で爆笑した2期生僕らの春夏秋冬と立ち位置どの辺でしたか。いやもう探してください。それはもしぶら下がりだったら山口県メンバーとは限らん。その人がただ多分すごいだけど、よし祈っといてあげましょう。やったー。ドゥ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 、こんばんは。あ、雑な雑巾作り対決さん、なっちゃん勝ち確です。よく知ってますね。私の伝説の10針で完成させた手作り雑巾、あれマジで私普通に頑張って作ったと思ったのに笑われてめっちゃえってなった。大雑把が行き過ぎて、もう一針こんぐらいの、おりゃーみたいな雑巾作ったら、お母さんにめっちゃ笑われたんですよ。えみたいな、こんなんでさ、みたいな。確かにさ、みたいな。10針でくっつくにはくっつくけどさ、無理でしょ、無理でしょ。無理でしょ。漫画のやつ、そう。わほーい。ももちゃんのマッシュルでバッチシ6周年出てるよ。そうなのよ。あのね、卒業しちゃったメンバーとかのあれで、あれなんですよ。立ち位置がいろいろと変わってって感じなんですよね。自撮ろう、なんか今ふと自撮ろうと思いました。ちょっと携帯が揺れています。夏木から夏木、そうですね、タムのとこもやったことある。そのケースええなって、おお、かっこいいでしょ。こんばんは。ハッシュタグなっちゃん通信待ってます。みんなも待ってます。返信も待ってます。もう最近ね、私のね頭の中にはね、なぎささ行こうとね、あれがね流れとる、あの NGT さんの曲、ドゥドゥドゥ
幼馴染はなんか恥ずかしいみたいな。めっちゃいい曲じゃない。この2曲を鬼リピしております。はい。うわーキノコ、ダンシングキノコ。ケンケンさんありがとう。あ、いやいや、だって別にだ。いやだって別に。トゥ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 。 NMB の、あ、シンシンさん、シンシンさんめちゃめちゃ可愛いよな。ちゃんとチェックしてるよ、もちろんだよ。トゥ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 。シンシンさんのサイズ感好きすぎる。めっちゃスタイルいいよな。なっちゃんあげあげあげ、なっちゃんなっちゃんやっほ。今シンシンかなっちゃんで待ってるレベルよ。マジ。鍋鍋はどうですか。鍋鍋は「サマータイムサマーラブ」。なんかめちゃめちゃいいのこと困ってます。いいことだ。もっと困りなさい。もっともっと困るのじゃ、もっともっと困るのじゃ、脳内でいつも再生されるのじゃ。あ、お腹が鳴りそう。でもね、今日ねパン屋さんで爆買いしたんですよ。私なんかパン屋さんに久々に行ったら食べたいパンがいろいろありすぎて、いっぱいパン買っちゃいました。でも明日の朝ごはんにもできるし今日の夜ごはんにもできるし、いっかと思ってパン屋さんで3食分ぐらい買いました。3食分パン生活が始まります。パンパカパンパンパンパカ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 。え、なんかめっちゃ美味しそうなパンがあって。秋じゃーん小読みは秋じゃーん。なんかさ、デニッシュの中にねお芋が詰まってるねパンがあって、買わざるを得んかったです。僕たちが見たかった青空はどこにある。こんばんキノコ。あ、こんばんキノコ。なんか今日からなんかギフトでキノコがあるらしくて、キノコが飛んできたのでこんばんキノコです。秋だね秋だね。パン屋さんっていいよな。東京のニコ生の米なっちゃんって米よく流れてたの。嬉しい嬉しい。なんだ、なっちゃんの頭じゃないのか。え、どういうことどういうこと。袋の中はパンでパンパンですね。そうです。女王蜂の催眠術って曲いいので聞いてみてください。了解しました。ドゥル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 。てっきり夕食キノコご飯だったのかと。って食べたい後ろにいるのポケモン。あ、私の髪の毛ってこと。もう何だと。キノコ戦う。なるほど、キノコ。こんばんは。後ろにいるのはこれはクロミちゃんです。クロミちゃんの突然変異バージョン、変異バージョン。うまい、なっちゃん僕青に。え、でも僕青の子たちって本当にさ何歳平均年齢絶対驚きって感じやろね。それはメフィストやんけ。バイオレンス、このキノコ野郎って。うわー、このピー、失礼いたしました。
え、待って、あなた天才。待って、なんかすごい考察、考察の神がいる。特別番組、特別配信のサムネ、新センター選ばれる抜き打ち企画、大発見スペシャルだったからワンチャン新選抜発表で、ここで発表、そんなことある、すごい考察、考察好きの血が騒いだぞ今。匂いますね。ふむふむ。昨日マッシュやったし、バトルか、バトりましょう。コメント星になって落ち込んでたのになんで読めるんですか、好きです私、あの星を読める能力というものをですね持ち合わせておりまして、はい、だいたい読めるので、皆さんアンチコメント書いてもすぐバレるからね。こんばんは、僕はおちゃん清楚すぎて近づけんレベル。お、みんな会いに行ったことあるの。くるみちゃん好きなのはなっちゃん、おきさん、いでかなうちゃん、意外、いでちゃん、いでちゃんって、いでちゃんって呼ぶ人絶対おらんよね。いでちゃん、夢叶う、いでかなうやろ。こんばんは、そのピーにアイドルなんて、なんでキノコで盛り上がってんのって、なんか今日からのギフトでキノコがあるので、キノコがさ、いきなりさ画面上にボボボボって出てきたけん、ちょっとおもろくてこんばんキノコにしました。こちゃんさん、お、こちゃんさん美人さん、やっほーやっほー。なっちゃん、次のお話が決まったらすぐさま申し込むからね、たくさん待ってます会えなかった分たくさん待ってるよ。待って、震えるって、縦読み、え、待って、天才かもしんない。ねえ、あんた天才かもしんないあんた天才かもしんない。あ、でも気づいてる人いるわ、サムネ縦読みって。なるほどなるほど、ふむふむ。なっちゃんはたまたまクリボーに似てるだけで、マリオともキノコとも、なんか私ね、クリボーのモノマネ多分本気で習得したらすごいと思うんだ。ちょっとむずい。うわ、キノコいっぱい来た、ありがとう。あれがキノコ、文吾さんキノコありがとう。星を読む女かっこよ。バスタオル、こんばんは。なっちゃんのことがなんとかすぎて許しかね、なっちゃんのことがチキチキラブリー大好きすぎて夜しか眠れませんと。はい、ありがとうございます。こんばんは、雨降りの神戸より。あら、雨降ってるの、これで思ってもバレるよって。配信のサムネ見てみ、わかりやすく新選抜のところにメンバーかぶってないよ。いやー、すごい、すごい。これもしもたまたまだったらどうするこれたまたまだったらどうする、見逃せないですね。知らんけどって出た、知らんけど。キノコで盛り上がるなっちゃんの、そうだよ、キノコ選抜発表。薄めすぎて新選抜なんとかしか見えてなかったのに逆に驚いてる新選抜大になるとなるけど、大とはってなる、そう、大と、大とはって、え、言われてみればほんまやだったら笑う。いやね、これ結構ねガチでね、そんなパターンもありえるんよSTU、 STU 運営陣、あのプリチーやからさ、意外とあの奇跡起こしちゃってるパターンあるんだわ。うん、初訪問の方はじめまして、むしろ左を読んでくださいとか、むしろ左読んでくださいとしか言ってない構図って、確かに
確かに。ディギュス、ナイスミチュー、天才ここに現れる。チキチキのより星じゃなくて笑ってこんばんは。あら、スタッフさんヒヤヒヤせやん。そんなね、その逆に面白いな、それ。確かに確かにって受ける確かにって思ってんの俺。アヒル口の練習がまさか10年後の今になってクリボーでやった。いやー楽しい、こうやってわちゃわちゃ考察するの楽しむオタクでした。いやー楽しいよね、考察するの。私もなんかドラマ見るときとかめっちゃ考察しちゃう。え、待ってみたいな、あのなんかさ、なんかなんとかミステリーみたいなやつとかさ、もう家族でも考察大会始める。待ってみたいな、このさみたいな。法廷とスタッフならありえるからなえ、どういうこと、まだ理解できてない。ね、あさってにあるなんか大阪公演のある曲のセンター決めのやつの配信のサムネがなんか新選抜って縦読みなんじゃないかっていう、そう今ねちょっと噂がこちらの天才考察班によりそうなのではないかというウキウキする情報が今出回っております。天然系の上、そうそうそう、あの天然ナチュラル 100% やからな。やっぱ瀬戸内の風吹いとりますんで。チキチキラブリーっていうワード好きすぎる。マジチキチキラブリーだわ。え、可愛いよね、チキチキラブリーちゃん。これ偶然やったら本当に面白いよね。奇跡は間に合わないんだな。チキチキもあればシュキシュキもあるんですよね。天然な運営さんも好きよ、ありがとう。プリチーやから。こんばんは、おはよう、おはよう。もう夜だけどおはよう。人には人のあれがあるからな、時間サイクルが。これからなっちゃんチキチキ幼稚園の園児になってもいいですか。いいですよ。震えたって震えたよな今。はやぶさと最高の教師とビバントで考察ドラマブーム。いやなんかな、いつの時代も考察するのって楽しいよな。いやなんか私もワンピース見ててなんかえみたいな、もしかして兵隊さんってレベッカちゃんのお父さんなんじゃないのとか思ったりしてたら、ちょっと結構その予想がいい感じに当たってて、ちょっとそのね、予想が当たった時ってマジさ、なんか分からんけどなんか謎のなんか何かがなんか脳からなんか分泌されるよ。その配信で選ばれるのよね。もう新センターって決まってるのかな、どうなんだろう、知らない。私もいや、あのそのたまたまその縦読みになっちゃった説もあるから、私ほんと何も知らないんだよね。てかなんならさ、このみんなとさなんならみんなとさ、みんながさ、そのなんかあさってになんかそういう企画があるよっていうのを知ったのと同じタイミングで私たち知ってるから、私たちはその企画に呼ばれるのかもまだ分かんない状況よ。うん、穴番の考察しか勝たん。あー私ね、穴番ね見てなかったんよな。でもなんかみんなの話聞くの楽しかった。肌意見脳汁ドバドバ、あそういうことか。金曜日の公式 STU 公式ラインさんの動きすぎ、受ける。あ、破体験だよね。こんばんは、たまたまもありえるからな。こんばんは、今スタッフさんに聞いてみよう、選抜発表する受ける。もしかしてこれって縦読みみたいな。どうしよう、私なんか気づいてはいけんことに気づいてしまっとって明日配信お休みするかもしれない。もう明後日じゃろ。いや私たちもびっくりよ。そもそも配信自体がフェイクの可能性、あえワンチあるで、ワンチあるで。本当に私たちも緊急だよね。みんなの緊急な配信、私たちは緊急。黒ずくめの人にコナンだね。でもドキドキしながら最後まで終わる説、確かに。
渡辺は気づいちゃったね、この縦読みに。ってなるかもしれない。あ、今緊急でか今緊急でカメラ回してます。水曜日のスタッフかもよって。水曜日のダウンタウン、水曜日のダウンタウン、こんばんは。いやでもなんか面白いよな、こんな。なんかでもすごいスタッフさんのこの遊び心が遊び心ある感じ好きです。好きやで、こういう遊び心は忘れてはいけないと思います。みんなもめっちゃ楽しみじゃないワクワクすっぞ、ほらほらワクワクすっぞ。代わりにおこつくんのぬいぐるみ、あるいは STU が今後のライブで新しい風、夢は大きく持つべきですからね。弱みを握ろう、なんだと、何言ってるんだ君が。あ、そうだ、皆さん、昨日のタワーのお礼をさせてください。じゃん、おいもちゃん、花火くまちゃんタワーありがとう。パチ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 、待って、確かにそういえば花だれの時もバレンタイン配信、バレンタイン配信、待って、そういうこと、やばい私、いやー待って、つら、待って、つら、待って、つら、縦読み気づいちゃったの逆につらいかもしんない。おいもちゃんありがとう。パチパチパチ、みちゃさん、くま花火タワーありがとう。パチ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 、ジトクさん、花火タワーありがとう。パチ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 、ヒューペー、やばい、口笛吹いたら怒られる。ありがとう。ドゥン、天下海さん、ダブルダブル花火タワーありがとう。ベンベン、たまゆー、ドゥン、ヤマンジさん、花火タワーありがとうございます。たまゆー、そしてそして、キャンキャンさん、花火タワーありがとうございます。この花火の形は見覚えがあるな。はい、そしてそして、ケンジー、花火タワーありがとう、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。え、ちょっとなんか私の書き忘れとかあったらめちゃめちゃ教えてください。ありがとうございます。 STU の達成率はすごいなって、いやー嬉しいことでございます。今回も達成できて皆さんありがとうございます。ちょっと待って、なんか縦読みに気づいちゃったからすごいなんかあさって気まずいんだけど、でもその縦読みが、いや、たまたまだと思うよ。うん、今回もアイスが漏れ、そう、今回しかもアイスが1週間じゃなくて2週間なんです。ふー、2週間分のアイチューがもらえます。嬉しい。何かな、31のやつかな、ダッツかな、どっちかな、楽しみ。ダッツだったら私の大好きなラムレーズン味を買い占めたいと思います。冷蔵庫入るんかい。
ん、大丈夫、冷蔵庫開けてありますから冷蔵庫開けてあります。こんばんきのこ、うんうんうん、ダッツって噂、うふうふう知らんふりしてゆけって。いやそう、頑張るわ。知らんふり、私知らんふり苦手なんやけど頑張るわ。っていうか、あの表示の仕方手読みしてくださいって言ってるようなもんよ冷蔵庫の、うん、冷蔵庫のここ開いてます。こんばんは。でも逆に新選抜発表で新センター企画で決まるとしたら負けない。え、違うでしょ。多分大阪のあったとしても、大阪の大阪のそのセンター企画はやって、その後にドンみたいな気がする。いやーいやー、それとこれは別だと思うよ。そのままカップリングに、だとしたら本気出すきゃないですわな。こんばんは。わあ、はじめましての方、はじめまして。2回目の訪問の方も2度目まして STU48 山口県出身なっちゃんこと渡辺の月です。 STU のショートカットで覚えてください。ツイッターとインスタグラムやってまーす。よかったらインスタグラムフォローしてちょー。こんばんは。さらにもう一つサプライズあると思って、もう一つ予想してみないあるとしたらなんだろう、なんだろうな、なんだろうな、わかんないな。簡単な、うわ、新公演、確かに確かに。待って、なんかあの、そうだよね、研究生ちゃんたちの公演始まるから、私たちももしかしたら花だれ公演もね、長いことやってきたからありえるぜ。ありえなくはない。妄想が膨らみますな。ニキちゃんも研究生に混ざって僕大会、それも楽しいと思う。 STU の方が立つくんです、嬉しい大阪公演ってことは30人でやるとなると企画やるにも時間かかるなと思ってたよね。気づいちゃいましたか今日まだお家に帰ってないよって人は、後ろをよく見ながら、気をつけて帰ってね。まだお家に帰ってない人は、うん、この配信見ちゃった人で、なっちゃん隠れて公園作ってないよ、おーとか言っておーとか言っておー、帰り道気をつけてな。まさか4期募集、おー、あれ、インターホンが鳴った、誰かが来たようだ。それ絶対出ちゃダメだぜ、学ブルいやー、絶賛夜道歩いてるわけですが、足音が近づいてきたよ。トコ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 、そう、家に帰るまでが配信なので、皆さんちゃんとお家に帰ってください。うん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 、あれ気づいちゃいましたか、うんまんねんてでるんるん、あれ気づいちゃいましたか。並べますか、並べまーす、並べようと思います。なのでなので何分から並べようかな。21分とか21分12秒とか
21分12秒から10時まで配信しますじゃないかな。七並べ3分おきの12秒にしませんか。というか家帰ってからが落ち着いて配信見るんですけどね。それはそう、今見てくれてるみんな本当ありがとうだよ。今日が13日の金曜日なら俺なんだけど、違うかな、違うからな。13日の金曜日どうする。みんなの見つけた小さな秋発表選手権とかゆったり企画だったら、わーいいねいいね。21分12秒から始めます。なっちゃんに酔って寝落ちするまでが配信幸せやん、それそれこの世の最も幸せな寝落ちの仕方。みんなも一回体感してみ。お、ミーヒンさんと当たりました。ミーヒンさん ありがとう。こんばんは。今回並べ頑張ってるのでどうかいろいろと勘弁してください。頑張りましょう、私たちも頑張ろう。大阪の新センターインスタで出してたけど研究生の写真も出てた。全体の仕事、え、あれ研究生ちゃんたちも来るの。チャートリー頑張る。あ、待って須田キュンって今夜じゃないの。待って須田キュン今夜かもしれん。9月だった気がする。ちょっと待ってな、見るで。あ、今日は違うかも。今日は違うかも。まひなさんの企画かも。21時から10時まで。チョブジー鍋月影さんきのこありがとう。あ、ラジオドラマ、ラジオドラマだって今日だからまだだね。次かな、次週かな、次週とかかも。トゥル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 トゥ、昼のラジオ感って。 Oh ladies and gentlemen boys and girls 渡辺夏樹のオールナイトニッポン。トゥトゥルトゥトゥトゥルン、トゥトゥルルトゥトゥルン、トゥルトゥルン、トゥルン。はい、皆さんこんばんは。渡辺夏樹のオールナイトニッポン。本日は私渡辺夏樹がお送りいたします。こんばんは。あきじいさんこんばんは。あれ、みんな寝ちゃった、みんなどっか行っちゃったんだけど、みんなもしかして縦読みに気づいちゃったから、みんな縦読みに気づいちゃったから今後頭部殴られて失神してるかもしんない。みんな寝落ちしそうなくらい眠いんですが、あ、やっぱ眠気、待って、その眠気あ、寝てる、みんな寝てるんだけど。飽きてます。目覚めたら子供になってました。コナンくん、はっ、背後やられたってピンポン、おや誰かが来たようだ。絶対出ちゃダメだよ。こんばんは、こんばんは。じゃあもうそろそろ配信終了したいと思います。あ、みんな寝ちゃった、みんな寝ちゃった。起きたら見た目は子供、頭脳は大人になったかもしれない。やっぱりみんな名探偵やな。私言われるまで気づかんかったもん。
じゃあみんなあのこの気づいちゃったのは、あでもそれがさ本当かは分かんないからさ、この縦読みに気づいちゃったってのはここだけの秘密でその真偽はどうなのか分かんないけど君たち勘が鋭いわね。私は誰、ここはどこ、やばい記憶を消されている。ホラーではないけど今日会えますかってメールいっぱい来る、迷惑メールそれではでは男女見ます。13位山根山さんありがとうございます。12位渡辺さんありがとうございます。11位吉さんありがとうございます。10位イレブンさんありがとうございます。9位秋吉さんありがとうございます。8位ゆうなくんありがとうございます。7位ジトクさんありがとうございます。6位リチャーさんありがとうございます。5位文吾さんありがとうございます。4位しげさんありがとうございます。3位月影さんありがとうございます。2位天下会さんありがとうございます。そして第1位けんけんさんありがとうございます。皆様今日も一日ありがとうございました。それではこの後21時21分12秒から3分おきの12秒に10時まで七並べしますんで、よかったらなっちゃんカードをデッキにセットしてなっちゃんなっちゃんまみれでペンライトも準備して対戦しましょう。それでは配信最後のあっち向いてほいいきますよ。せーの、あっち向いてほい、うえー、あさっての配信企画めっちゃ楽しみやな。みんな見てくれよな。じゃあみんなこの後七並べで会いましょう。じゃあねー、七並べで会いましょうやん。ありがとうキノコ。